QX21mm IMI 弾はイスラエルミリタリーインダストリーズ社によって開発された民間向けの拳銃弾である。QX19mm パラベラム弾などを軍用と位置づけ民間所有を禁じている市場を主なターゲットとしている。QX21mm 弾は QX19mm パラベラム弾をベースに設計された。 薬莢が 19mm から 21mm に延長されたが弾丸の薬莢への埋め込みが深くなったため全長はほとんど変化していない。初速やエネルギーといった性能面でもパラベラモ弾とさほど変わりがない。リムが薬莢からはみ出さないリムレース弾でユスプスサやエプスックといった射撃競技に好んで用いられる。 リム付きの弾薬はダブルカラムマガジンに装填した場合に、各々の弾薬の間に隙間が開いて、作動不良を誘発したり、出来の悪い銃で使用すると互いに引っかかり合って、玉詰まりを起こすなどの問題があったためである。この用途としては、38スーパー弾をリムレス化した38スーパーオート弾にアメリカ国内でのシェアを奪われているが、その他の国では、 現在も頻繁に使用されている。なお、同じ q x 2 1ト、mm、ルの寸法を持つ弾薬として、357主具弾があるが、これは 40S&W 弾を元にネックダウンした弾薬である。また、ロシア連邦保安庁が採用している q x 2 1ト、mm、ルギュルザ弾も同数砲であるが、こちらも IMI 弾とは、 別個に設計されたものである。QX21mm 弾の各部の寸法は、上図の通り。薬莢容積は 1.01ml で、典型的なライフリングは、点度 254mm、溝の本数は4、内径は、溝の上部で 8.79mm、底部で 9.03mm、溝と溝の間の幅は 3.80mm に、設定される。ライカンは、 スモールピストル型を使用する。民間人の安全な銃器の使用を保証する国際機関 CIP のガイドラインによると q x 2 1 m m 弾の最大発射圧は234波に達する。CIP の加盟国で銃器弾薬を市販するにはこの数値の1.3倍の耐圧性を持たせなければならない。ありがとうございます。